カール・ロベルト・ネッセル・ローデ・伯爵は、バルトドイツ人の貴族で、帝政ロシアの外交官、政治家、外務省長官、首相を務めた。19世紀ヨーロッパの保守派政治家の代表格であり、新生同盟締結に寄与した。トーマス・ローレンスによる、肖像が、1818 18年、1780年12月14日、ポルトガルのリスボンに生まれる。 父のマクシミリアン・ビルヘルム・フランツフォン・ネッセル・ローデも、帝政ロシアの外交官であり、リスボンには、ロシア大使として赴任していた。ネッセル・ローデ家は、ウェスト・ファーレンに起源を持つ家系だったが、後にリボニアに定住した。母親がプロテスタントを信仰していたため、イギリス大使館で洗礼を受け、これにより、成功会に所属することとなった。ネッセル・ローデは、 ベルリンのギムナジウムで教育を受けたことと、1787年父が在プロイセンロシア大使に任命され、赴任したことによって、ドイツ人としての血統を強く意識するようになった。16歳の時、ロシア海軍に入り、父親の影響力で、パーベル一世のエイドでキャンプに任命された。間もなく、陸軍に移り、続いてロシア外務省に入省する。 在ベルリンロシア大使館勤務を経て、デンハーグに転任。1806年8月には、ナポレオン期間のフランス軍の情勢を探るために、南ドイツに派遣された。その後、外交担当書記官として、ミハイル・フェドトビチ・カメンスキー、フリードリヒ・ビルヘルム・フォン・ブックスホーブデン、レオンティ・レオンティエビッチ・ベニグセンの司令部に、随行した。 翌1807年2月のアイラウの戦いに従軍し、ティルジットの和訳では、フランスとの交渉の補佐に当たった。直後に、パリに派遣されて在フランス大使、ピョートル・アレクサンドロビチ・トルストイの部下になり、翌年のエアフルト会議ではトルストイに随行して、出席した。トルストイが更迭すると、パリからサンクトペテルブルクに戻ったが、1810年に、 再びパリに派遣された。しかし、1811年にロシアとフランスが断交すると、パリを断つことになり、サンクトペテルブルクに戻る道中で、ウィーンによって、クレメンス・フォンメッテルニヒと意見交換をした。1812年3月にビルナで、アレクサンドル一世の大本営に入り、以降ニコライル・ミアンツェフが外相だったにもかかわらず、ネッセル・ローデが外交政策を主導した。 1813年のライプツヒの戦いに従軍し、大仏大同盟軍のパリ侵攻に随行して、1814年3月1日の証文条約に署名した。ウィーン会議ではロシア全権代表団の主席となるが、交渉のほとんどを皇帝アレクサンドル一世が担った。1816年8月、イオアニス・カポディストリアス伯爵と共同で外相に就任した。 以後40年の長きにわたり、ネッセルローでは、ロシアの外交政策を指導し、ウィーン体制を維持する観点から、新生同盟を主導した。1825年に、アレクサンドル一世が死去して、ニコライ一世が即位した時も外相に留任した。ニコライ一世の治世では、ヒュンキャールイスケレスイ条約とロンドン海峡協定の締結に貢献した。また、 タイオスマン帝国政策では従来のコンスタンティノープル征服を目指す政策から方針転換してオスマン帝国を弱体化させてロシアに持続させる方針に変更した1845年から1856年には帝国最小を務める1848年にドイツ、オーストリアで3月革命が勃発しハンガリーで コシュートラヨシュがオーストリアからの離脱を宣言すると、オーストリアの要請でロシア軍を派遣し、独立運動を弾圧、事態を沈静化させた。バルカン半島及び地中海にロシアの影響力を拡大しようするネッセルローデの試みはオスマン帝国及び、それを支持するイギリス、フランスとの間に緊張を生み、1853年、クリミア戦争が勃発した。 英仏両国は、ロシアの勢力拡大を危惧し、ロシアを牽制するためオスマン帝国を支援することを決定した。クリミア戦争は、産業革命で近代化、工業化に成功した英仏両国が、濃度性を残す全近代的なロシアを輸送力や海軍力で圧倒し、劣勢の形で幕を閉じる。戦後、ネッセルローでは、ロシア全県としてパリに赴き、 パリ講和条約を締結した。ネッセルローデの墓1862年3月23日にサンクトペテルブルクで死去した。墓地はサンクトペテルブルクのスモレンスキー・ルーテルハ墓地である。死去後の1866年にはネッセルローデの自助伝が出版されている。ネッセルローデは1843年にエフィムプチャーチンを極東に派遣した。 クリミア戦争の頃、アムール川の河口に、ニコライフスクナアムーレの建設を進め、1855年には、江戸幕府との間で、日ロワ新条約を結んだ。新国は、アロー戦争に敗れて後、外満州一帯を1858年の愛軍条約と1860年の北京条約で、ロシア帝国に割譲した。ありがとうございます。